一般常識クイズ。一般常識クイズ？アニメの常識クイズみたいなのやったから、うん、一般常識、うん、今全然無理だ、一般常識教養って、やっぱ俺頭いいキャラでやってるやん、このバンドの中では、うん、たまに証明しようかな。なるほどね、じゃあ私出そうかな。ゆうきゃんは面白枠じゃないの、うん、面白回答枠じゃない、ゆうきゃんは面白回答枠やん。なんでだよいやでもおさき意外にニュースとか見てんのよ。そうやね、俺毎日見るニュースは。だからトピックによるよっては全然おさきの方が、うんうん、新聞も毎日見る。あ、そうだよね。5000にしましょうよ、古典選手。雑学クイズっていうやつから出すわ。いきまーす、はい、第1問目、はい、三角形の内角の和は、知らんそれだろかせーの、はい、180。あー正解正解。いやいやいや、こんぐらいはバカにせんといてくれ。バカにせんといてよ、こんなゆえんゆえん、もう今回だけかもしれんから。第2問、はい、日本の初代総理大臣は誰。え、誰だ。わからん、これはわからんかったはずやな。え、この人じゃないの。なんかこんなやついたよな、こんなやつ失礼なせーの、伊藤博文。あ、伊藤博文。伊藤博文。あ、正解です。あ、よかった、危ねえ。じゃあ、第3問、うん。炭素を含まない化合物と、何という。知らん。え、炭素を含まない化合物、炭素の有無でこう、呼び方が変わる。じゃあ、せーの。無機物。無機物。水。無機物。知らん、無機物って。炭素を含まないって、どういうこと。炭素を含んでないね。はい、次は問題。はい。日本の北鳥は、鳥って鳥、ね、そう。なん北鳥、え、お金に書いてあるやつだよね。いや、違うの、あれじゃないんかな。いや、でもなんか違う気すんな、これ。俺なんかどっか北海道とかのあれで考えてるかな。あれね、埼玉の鳥は何でしょう。白子マト。そういうことでしょ。はい、じゃあせーの。鶴。鶴。トキ。トキ。キジです。キジ、全然違う。キジなんだ。うわ、やば。同じ歯周病、肥満、皮膚病。あらち正解。よっしゃー。やばい、リーチだ、あらち。証明ですか、これ。これでいいのかな、ほんとに。これで、いいキャラ証明。勝てる試合やったやんだって。いや、まだまだわかんない、まだ。時事ネタなら強いんやけど。時事ネタなら何か出してあげてくれ。来年から使用される高校の音楽の教科書に合唱歌として採用されたヒット曲は何でしょうか。あれかな。でもなんかツイッターでちょっと見た気する。見た気する。わあ、じゃあでも見たくらいになってるな。使われるヒット曲？合唱や、でも合唱しやすそうな曲や。あ、これやろ多分。超有名曲というか、今年、去年？これ去年、一昨年とか。これでいきます。近年有名になった曲や。はい、せーの、うん。夜にかけるの。群青。これか。いやー、違います、ね。全然違う。じゃあ、プリテンダー。あー、プリテンダー。死にくそうじゃないか。死にくそう、うん。だってなんかちょっと独特のリズムで歌っても。え、プリテンダー？え、夜にかけの方が歌いやすそうじゃない？全然。群青でしょ。まあでも、サビが別に歌いやすいか。うん。あ、そう、プリ、うわ、二択やったんな。君の運命の人は僕じゃないとか合唱で歌うの？うん。確かに、あんま学生が歌うイメージじゃない。うん。回転寿司店でよく食べるネタランキング。これは、何を抑えた1位は。これはこうやろ。これは確実にこうやな。え、そんな。マグロを抑えた1位？俺はもうこれでしかないよ。絶対これ。じゃあこれやん。お茶とかじゃないよ。絶対じゃないよ。そういうんじゃないよ。ほんとだもん。いきます。はい、せーの。はい。いくら？サーモン。サーモン。サーモンです。それ人によんねん。サーモンな。サーモンやで。マグロより？うん。俺はマグロやけどな。俺はマグロやで。私はサーモンだな。じゃあ家庭科。子羊の肉のことをカタカナで何という。いや、これ料理の名前な気がすんの、なんか。いや、二択やねんな。オッケーオッケー、これやわ。いきます、はい、せーの、うん、マトン。マトン。ジンギスカン。ラムです。あ、やっぱラムだったから一回消しちゃったよ。いや、あ、ラムマトンって大人の羊やろ。大人か。いや、ラムとマトンで二択で、ラム書いてたよな、私。エッチなのが好きな私たち問題にする。いい、いいよ。フレンチキスとはどんなキス。普通の
文字に起こして文字に起こせってむずくないだってえどんなって言われたらさどこまで言ったんよいや分からんからな、俺らが勝手に思ってるだけでこういうのやっていうのを思い込んでるだけ、うん、本来違うのかもしれない。あー確かにね。せーの、うん、触れるか触れないかくらいの舌を入れないやつ触れ合うだけ正解です。正解は舌を絡める濃厚なキス。やっぱりでしょ逆なの。そんな気してないよ俺なんか入れないんじゃないの。フレンチキスっていうのはさキチャクでやつじゃないの。そんなのを、なんか俺前どっかで聞いたんよ、マジ、うん、俺もそうだと思ってたの。ディープキスと一緒なんだって。そうなんだ。じゃあ文化で前聞いたわ。じゃあなんだあれは今までフレンチって思ってたのは何なんだ。価値か。いきます、はい、音楽の3要素といえばいやでもこれむずい。やでもこれはなんかノリでいけるんだよな。3要素音楽が何で構成されてるかっていうこと。そういうことやな。でもこれはこれとこれとこれとこれは確定やろ。えあと1個ないやろな。そう多分ね2個は分かりそうなんよ。せーの、はい、リズム音程旋律。そっちかね。和音タモンハーモニー。えメロテンポリズム。そっち。あ惜しいな。主線テンポリズムか。リズム。そうか、っこ表紙、まあ、リズム、うん、もう一個、メロディーかっこ。あーメロディーの方が合ってる。最後ハーモニー。ほらやっぱハーモニーだ。和音。あでここでここかぶったってことは2個合ってんのか。俺と、うん、そうだからもうみんな合体したら、みんな合体したら、あーなるほど。いやハーモニーだけ覚えてたね。なんかハーモニーってメロディーもちょっと思ったね。あここに含まれるのか。なるほど。ビートルズのメンバー4人は絶対わかんない。最悪こうなんかフルネーム間違えててもいいよ。なんかこう名字というか名前がちょっとどっちかに合わせてした。全然わからん。いやお酒強そ う。なんか、せーのポール・マッカートニー、リンゴスター、ジョン・レノン、ポンポール・マッカートニー、リンゴスター、ジョン・レノン、ジョージ・リンチ。ポール・マッカートニー、ジョージ・スティーブ・マイケル。まあ、ジョンが出ていないのはマジで。ジョンがマジでいいじゃん。一回ここ、ボンジョビ使う。ボンジョビはもう違う。でも、ジョージ・リンチ？いや、わかんない。なんかすっごい名前書いた俺。いや、まあ、この人がそうだよね。一番惜しかった。本当？ジョージ・ハリソン。おい、ジョージやってる。絶対ちゃう、ジョージ。にぎやかに。公共局のことを英語でなんて言う。公共局？交わる響く曲。はい、せーの。シンフォニー。シンフォニー。コンセルト。シンフォニー。コンセルトってなんだ。とは競争曲じゃない。競争曲か。しゃあ。優勝です。意外と長かった、うん、こういうことなんです。じゃあ私キャラ継続で、はい、いいんだねこんなもんで。ほどほどの雑学というか一般常識やったな。くっそ新章やったからな。ほどほどやったな。以上です。ありがとうございました、はい。